います。アークタイムズキャスターで東京新聞記者の望月そこです。先ほど斉藤健法務大臣の閣議後の記者会見が終わりました。今日はですね、 NHK、 そしてフリーランスの西中さん、そしてアークタイムズで東京新聞記者の私の3人が、相次いで先週金曜日の斉藤大臣の発言、ウィシュマさんの映像ビデオに関して弁護団が勝手に編集しそれを公開したと、皆さんもよく考えていただきたいという、この発言について修正や撤回はしないのか、そういうのであればなぜ295時間すべて遺族の要望に沿って公開しないのかなどの質問が相次ぎました。この後その様子を流させていただきます。先週の金曜日の会見で大臣のおっしゃられた発言についてお伺いします。ウィシュマさんの映像につきまして弁護団が公開したことに対して、大臣が勝手に編集してマスコミに提供して公開されたとおっしゃいました。それに関して大臣の発言に対してですね、その遺族の意向で映像を公開することに何の問題があるのかという批判やですね、そもそも映像を編集して公開しているのは入管庁だという批判があります。改めてですね、発言の真意やその批判に対する受け止め、もし発言を修正や撤回するお考えがおありでしたらお伺いします。ですね、まずですね、私の記者会見における発言でありますけど、ご指摘の私の発言は、原告側がビデオ映像を公開したことについて事実関係をまず述べました。第1弾として、その第2弾として、今、訴訟の最中の話であるから、その事実について私はコメントは控えますということを申し上げたわけでありますので、それ以上のものではございません。関連ですけれど、それ以上のことはございませんと言いつつですね、批判を浴びているのは大臣が2度にわたって読んだビデオ映像の一部を原告が勝手に編集をしマスコミに提供したと。個別は答えないけど皆さんにもよく考えていただけたらという部分です。おそらくこれは検察官が作り、その文書を2度にわたってそのまま読み上げたなと思ってるんですけれども、ただ読み上げるか読み上げないかは最終的に大臣の判断でございます。でこの勝手に編集をしてというのであれば、ずっと2年前から遺族側が求めてきた295時間、これすべてですね、早くこの公開すべきだったんではないでしょうか。遺族としてはこの5時間の中のわずか5分しか、一般の人に見せられないという状況についても懸念をしておりました。こういう状況下であのような発言、撤回すべきじゃないかという意見たくさんありますし、私自身も聞いてて非常にショックでした。これ撤回しないんでしょうか。この勝手にという部分も含めてですね、現在どう思っているのかお聞かせください。まずですね、繰り返しますけど、あそこの私の発言部分は事実を述べたものでございます。したがって何のコメントもする、そういう意図を持って申し上げたものではありませんので、そこはご理解をいただきたいというふうに思います。それから私どものビデオの公開についてご指摘ありましたが、これについてはやっぱりきちんと改めて話したいと思いますけど、ご指摘のビデオ映像につきましては、まずは情報公開法上も開示情報として取り扱っております。これらを広く一般に公開することにつきましては、法案上の問題に加えてウィシュマさんの名誉尊厳の観点から問題があると考えているわけです。具体的に申し上げますと、例えばビデオ映像を広く一般に公開することになりますと、例えば監視カメラの撮影範囲とか解像度、職員による巡回の体制や頻度など、そういった具体的な状況が公となりまして、逃走防止や施設内の治療維持といった保安上の問題が生じかねないという懸念が一つですね。でまた亡くなった方とはいえ、ご本人の了解もなく、食事や着替えの介助を受ける様子のほか、生活上のあらゆる様子がつまびらかにされるということ、これはやはり大島さんの名誉尊厳の観点から、慎重であるべきだろうというふうに考えています。私個人的にもし自分がそういうことになれば、私は公開をしてほしくない、自分のことであればと思いますので、それ人それぞれ、お考えがある、そういう微妙な問題だと思っておりますので、慎重に対応すべきだろうということであります。それで訴訟において提出した約5時間分のビデオ映像につきましては、これはあくまでも裁判所における証拠調べの必要性を認めたビデオ映像について裁判所からの勧告を受け、訴訟上の対応として証拠提出をしたと
というもので、あります。でまた訴訟継続中の事案に関する事柄の詳細を、訴訟外で、明らかにすることは、司法への影響に鑑み基本的には差し控えるのが適当である、そう考えているところであります。というのを西中と申します。今の関連です。ですね、大臣の今の前段のお答え、保安上の理由、プライバシー、それから保安上の理由っていうのも、上川法務大臣というからもずっと同じこと言ってます。まずそれと、この間大臣 の5月金曜日の発言というのは、ですから、全然その、今のお答えと全然、誠意のあるお答えになっていません。繰り返して同じことをずっと。それで、その結果ですね、結局裁判に5時間分の動画を、提出裁判所に、これもすごい時間かかって裁判所の強い指示があって、提出されたわけですが、これもですね、これはですね、入管側がやはり編集したものです。それでその最終報告書の中でも問題視していた、その鼻から牛乳とかですね、薬決まってるといったその暴言についてはこの箇所は入っていないそうです。それで、この5時間分の動画の編集っていうのは一体どなたがどういう方針で編集したのか、大臣はご存知でしょうか。その編集について大臣の考えを聞かせてください。お願いいたします。裁判所の勧告に従ってこういうものを出してほしいということでそれを出ししたということと理解をしています。それだけですか。すみません、ちょっと国会の予定がございますので、これで終了とさせていただきます。なんで暴言入ってないんですか。はい、なんで暴言の箇所が入ってないんですか。繰り返します、先ほど答弁したとおりです。はい、じゃあすみません、会見以上とさせていただきます。ということで3人の質疑の様子を見ていただきました。冒頭 NHK の記者さんが勝手に編集をしてマスコミに公開したと先週斉藤大臣がおっしゃいましたが、遺族の意向で公開することに何の問題があるのかという意見や、また映像を編集して公開出したのは入管庁じゃないかと言っているはず、こういった批判があると、修正や撤回をしないのかと聞きました。でここでは大臣はですね、短くコメントします。私の記者会見における発言は原告が、映像を公開したことへの事実関係を述べたまでだと、今訴訟の最中の話なので事実についてコメントは控える、それ以上のものではないと、非常に短いコメントをいたしました。で私がそれに重ねまして、大臣は2回にわたって、1回行った後に私の質問にも再度勝手に編集し、公開したと、弁護団について指摘をし、そして個別のことについてコメントは差し控えと言いながら、皆さんにもどうか考えていただきたいと言ってるわけですね。この時点で問題だよねと、しっかり皆さん認識してねということを、案に意図しているわけです。個別にコメントしないと言いながらこういった発言をしているわけですね。で斉藤大臣が読み上げた勝手に編集してというところは、検察官側がこれを用意してそれをそのまま読み上げているんじゃないかと、とはいえ大臣がそこを読み飛ばすということもできるので、これを読むということ自体大臣の判断だったと思うと私が聞きます。しかしながらそもそも2年前にあの事件が起きた直後から遺族の方たちはずっとですね、295時間すべてを、入管サイトだけでなく自分たち、そして一般の日本人の方々にすべからく公開してほしい、そしてどういった状況で姉が死に至らしめられたのかということを学んでですね、そこから二度と繰り返さないような体制にしてほしいとずっと求めてきたことなんです。しかしながらこれには全く応じず、最終的に今回も5分しか、私たちに公開できてないわけですね。でそういったことへの懸念も今でも遺族の妹さんたち持ってます。でこういったこともあったので、その上であのような発言をされたということ、私自身も非常にショックでした。で撤回しないのか、なぜですかということを聞きました。そしたらですね、斉藤大臣少し長めにお答えまして、そこでは、繰り返すが事実を述べただけだと、何のコメントもしてないしそういう意図も持ってないと言いました。でそこはご理解いただきたいと思うと言いますが、先ほど言ったようにそう言いながらも皆さんに考えてほしいとかね、勝手にというところに、検察官法務省側の意向意図というのがやはり透けて見えると思います。で私のビデオの公開のご指摘は改めて話したいが、情報公開上もこれらのものは不開示情報な
であり、広く一般に公開することにはなっていないと。そして保安上、上島さんの名誉の観点からも、まあ、問題があるんだと。で、具体的に言うと、ビデオ映像を出してしまうと、監視カメラの撮影範囲や解像度、それから職員による巡回体制や頻度などが分かってしまう、公になってしまう、逃走する、逃げることを防止することや施設内の秩序維持のためにも、やはりここは問題があるんだと、公開には問題があるんだと言っています。まあ、しかしながらここもですね、私は突っ込みたかったんですけれど、これまで例えばクルド人のデニズさんという方が入管収容施設内で、制圧をされている場面、これを、まあ、今、動画を、まあ、入管側から取り寄せまして、訴訟の中でこれは不当な制圧だったという争いをしております。で、この動画を、まあ、外に出したこととかですね、それからカメルーン人の男性が施設内でI'm dying と心臓発作を起こしながら、苦しんで何時間も、確か8時間以上にわたって苦しんで挙句、亡くなるという、まあ、悲惨な事件が、まあ、入管で起きました。この時の収容中の動画というものも、公開されておりますが、これについても実は検察入管側は弁護団には文句の申し立てはしてないんですね、ということであるので、なぜこの今回のウィシュマさんのものだけは庶務検事がわざわざ担当弁護士に抗議をし、我々にもそれ相応の対応を考えているということまで言うのか、単にですね、このウィシュマさんの動画が出ていくということだけでなく、これから審議する入管法改正案、これについて差し障りがあるということにおいて徹底抗議してきたということではないのかなという懸念がございます。なぜこの動画についてだけここまで徹底して抗議をし批判をするのかということが私も気になっております。で、そしてその後、これはまあ大臣が一部ご自身の考えで言ってるなというところもあったんですが、亡くなった方とはいえご本人の了解なくやっていると、つまりウィシュマさんが亡くなってるから了解得られてないじゃないかと言ってるわけですね。で、本人の食事や着替えの介助を受けている様子ほか、生活状況がつまびらかになってしまう、ウィシュマさんの名誉や尊厳の観点からやはり慎重であるべきだと、個人的にと、まあ、ここご自身のまあ意見だと思います。自分がもしそういうことになればやはり公開してほしくない、人それぞれ考えがある、微妙な問題なのでやはり慎重に対応すべきではないかと言います。まあ、しかしながらですね、ここについても私は非常に疑念があったのが、彼女はですね、ほぼ入管側の対応、そしてまあ医療側の十分な対応を受けられず、まあ、ある種見殺しにされてしまったような点があるわけですね。まあ、医療を受けられないという、そういう意味で死に至らしめられたという悲惨な状況があったわけです。で、そういった時にですね、一体どうやって姉がウィシュマさんが亡くなったのか、入管の対応というのはどれだけひどいものだったのか、一体何がどういうことをすれば この死を防ぐことができたのか、そういったことを遺族の側に立って考えれば、出したくない情報も含めてですね、やはりつまびらかにこの事実を知ってもらうことで、その国民だけでなく、市民だけでなく、やはり入管庁、法務省の側にこの問題をしっかり考えてほしいと考えるのはやはり当然だと思います。なので、この点について、そのまさに見殺しにされてしまったようなウィシュマさんの了解を得られてないというのはまさに奇弁ではないかなというふうに、私自身はちょっとここの斉藤大臣の発言もびっくりしました。そして、訴訟の5時間ビデオ、裁判所の証拠必要性を認めたもので、認めたものについて我々は勧告を受けて出したんだと。訴訟継続中のものを訴訟の外で明らかにすることは、やはり司法への影響に鑑みて差し控えるのが適当ではないかと。まあ、これは訴訟の中でこれから出す証拠について、これは一部でもやっぱり出したことというのは司法に影響するんだということを指摘されていました。そしてですね、このあと週刊金曜日などにも記事書かれているフリーランスの西中さんが質問します。そして大臣の金曜日の発言はやはり誠意ある答えだというふうには思ってなっていないと。で、5時間動画を出したが、ここには入管がまあ編集したものであり、この5時間はですね、で、そこにはまあ問題視されている鼻から牛乳やとか薬決まってっかの暴言は入ってませんと。どなたがどういう方針でこういう編集したんですかと、意図は何なんですかということを聞かれました。で、それについては斉藤さんは裁判所の勧告に従って出したものだと、
いうことで、まあ、それ以上のものではない、先ほど答えた通りだというふうに、まあ、答えてました。でこれはですね、なんかどうもウィシュマ弁護団によりますと、まあ、どういった状況の、まあ、映像が必要なのかということについていくつか、まあ、あのポイントを伝えまして、そのポイントに基づいた動画を確かに提出してきた。それがまあ5時間に編集されていたもので、そこに、まあウィシュマさんの鼻から牛乳やとかですね、職員が笑っているものとか薬決まってかなどの発言のものはなかったということです。なのでここの、まあ、大臣の答弁というのは、まあながち全然おかしいことを言っているわけじゃないんですが、まあ、しかしながらやはりそもそも論として問題の本質をやはり明らかにするためには、単に訴訟中だから出せないということだけではダメでですね、徹底的にこれを変えていくつもりであれば、そもそもこういう訴訟で勧告される以前に、まあ、いろんなマスキリングとかしてですね、まあ、プライバシーの侵害にならないような程度のマスキングをして、その上で、この295時間の動画を出す、ここからやはりね、始めるべきではなかった、始めるべきだったのではないかということをやはり重ねて思いました。以上です。